座長は心が折れていた。やってもやっても惨敗続き。こんな動画は誰も求めてはいないのだろう。もうやめよう。そうだな、ちょっと登ってみようかな。登ろう。ちょっと高いな。いっせーのーのー。そんなわけで佐世保の10レースと11レースと12レースをなんかもう勝つ。行くでくれーと思ったら7社のレディース、いやガールズ競輪じゃった。前はこれをぶち当ててみんなの応援にオラは応える。オラに力を分けてくれ。オラに力を。さあ行くでー。じゃがり打倒をこだわに向け反応の良さ。女子が頑張るんだよ。女子後ろから来てるわよ。こいつが来たらスタートよ。スタートするね。あんたたち女子を頑張っていきなさい。行ってらっしゃい。あんたたち決勝のスタート、まずは注目の前取り。4番の林真奈美、そして3番車土屋樹里と両者出ていきましたが、4番車林がペーサーとの距離を詰めていきます。3番の土屋が2番手です。積極がけから目標を絞ったレース運びまで後ろにならない走りができる土屋。5番の吉岡しおりが現在3番手です。連日かまして最終バックを取っています。ここで6番の地元高尾公香が上がってきまして、3番手の外並んできました。しぶとく踏んで地元決勝女王に迫りたい。初手の位置はどことするか。3番手を求めてきているように見えますが、なかなか折り合いがつきません。1番車の児玉葵は前から数えて4人目。佐世保バンク3年ぶりの参戦ながら連日人気に応えています。6番の地元高尾はバックを踏みました。現在5番手2番の留直美です。初日のレースで児玉にピタリと追走、ゴール前詰め寄りました。この決勝戦でも初手は児玉の後ろです。7番の坂口風花が6番手、レース運びのうまさここでも光るか。最外7番車で初手は6番手、そして最後尾地元6番の高尾公香です。縦1列の体型です。競争は2周回目、2センターから4コーナーカーブを回っていきます。さあ間もなく勝負どころの3周回目へと入ります。今のところ動きはないが、さあ気持ちの駆け引きは始まっているようだ。3番車の土屋が、そして先頭4番の林が後ろをちらりちらりと見ました。3周回目、1センターから2コーナーカーブ回っていきます。動きは今のところありません。注目1番の児玉葵、4番手、7番の坂口風花が動いていきました。坂口動いて1車車を進め、1番児玉の後ろが2列並走、内は2番の止め、外に7番車の坂口、地元6番の高尾が最後尾。さあ先頭4番の林真奈美、後ろは来ない。どうやらこのまま逃げる展開となりました。3番の土屋樹里が2番手、3番手以降車間があって5番の吉岡詩織。さあ一気に前を詰めていく。そして4番手2番の留直美、1番の児玉葵はどこで行く。2コーナーからバックにかけてまくり発進、番手まくり。3番の土屋樹里、外には5番の吉岡いますが、2人まとめて仕留めていくか。1番の児玉葵が一気に前を取られていく勢い。2センターから4コーナーカーブ、さあどうか。1番車の児玉葵がどうやら抜け出し、3連勝のゴール。すまねえすまねえおめえたち、いきなりしょっぱなから外しまくった。157、1と7が合ってたね。投げてられるか。今日の値は一味違うぜ。だってみんなの応援があるからね。というわけで佐世保、佐世保、佐世保11レース3連単でフォーメーション、1からの357235679、かっくり200円。
第11レースの選手入場します。熱戦続きます。佐世保競輪場 L 級クラスの決勝は佐世保3年ぶりの登場でありました児玉葵の完全優勝でした。節目の300勝まで残り5つとする、今年7回目の優勝を果たした99サンセットナイトレース F1 クラスシリーズ第5回トップグランドウィンチャンカップ、続きます競争は第11レース A 級の決勝です。距離 2025m、 周回数50回で争われます。チップとしては6つなんですが、2人が短期の競争をそのため超音止めるの急すぎへんになりそうです。では出揃いました。今シリーズ A 級ファイナリスト内から順を追ってご紹介いたします。1番は熊本松岡義孝、2番群馬宮内善光、3番は岡山森谷陽介、4番車同じく岡山榊原博士、5番は佐賀山口敦也、6番山口安本翔平、7番車宮城佐藤正治、8番は岡山田中和馬、9番宮崎田中陽介、以上の9人によりまして A 級決勝が争われます。連勝で勝ち上がりました松岡義孝完全V なるか、岡山トリオが立ちはだかるか、東のメンバーも一発狙っていきそう。そして5番の山口敦也、6番安本翔平は短期で優勝を狙います。号砲なりまして A 級決勝のスタート。まずは6番車安本翔平が先頭誘導員との距離を詰めていきます。2番手以降車間があります。1番の松岡義孝2番手です。2番の宮内善光が現在3番手、その後ろには7番の佐藤正治がいまして、外からは9番の田中陽介が車を進めていきまして、1番松岡との連携を作っていきます。そして6番手あたりに3番の森谷陽介です。その後ろには4番榊原博士、2人の前には8番の田中克馬が上がって連携を整えていきます。順地元佐賀5番車山口敦也、車を進めて初手の位置をどことするか、6番手を求めているようです。さあ2周回目入りました。6番の安本翔平、号砲を聞いて前を取りに動き、初手の位置は先頭です。岡山勢と分かれて納得の決勝競争といきます。1番の松岡が2番手です。初日直線巧みなレース運び、準決勝戦電撃的な仕掛けでありました。追っては9番の田中陽介、連日足あるところを見せています。2周回目3コーナーをただいま回ります。7番の佐藤正治、初手は4番手です。準決勝戦ジャンダ切って3番手をキープする立ち回りが光っていました。2番の宮内善光とのサイドのタッグ、5番の山口敦也、地元も同然佐世保バンクの決勝を短期で一撃を狙います。8番の田中和馬後方、7番手が初手の位置です。予選準決勝ともに底力を見せています。追っていく3番の森谷は準決勝ペース掛け逃げ切ってみせました。8番の田中和馬とは初連携ながら窮地の間柄であります。4番の榊原博士がさらに続いていきまして、岡山トリオが初手は後方展開です。さあ青番周回の3コーナーを回っていきます。今のところ初手のポジションから動きは見られないんですが、さあ誰からレースを動かすんでしょうか。4コーナーを回り切りました。8番の田中克馬が7番手から、そして4番手から7番の佐藤正治が動きます。7番の佐藤がまずは前を切りました。先頭6番の安本は車を引きます。そして5番の山口敦也、さらには8番の田中克馬からの岡山勢が上がっていくんですが、まずは2コーナー回ったところで岡山トリオが前に出る。7番の佐藤正治はこれで4番手、5番の山口敦也が6番手、1番の松岡義孝7番手、その後ろ9番の田中陽介、6番の安本翔平最後尾。さあホームから7番手ロングスパート1番の松岡義孝、一気に1センターから2コーナーにかけまして5番手4番手と攻める。7番の佐藤正治は合わせて出ていこうとする番手発進、二段掛け3番車森谷陽介でありますが、外からスピード勝った1番の松岡でしたか、続くはピタリと9番の田中陽介、出切りました両者。3番手3番の森谷陽介、1番の松岡でしたか完全 V、 9番の田中陽介とのワンツー決着。これはあれですか、
三連複フォーメーションだったら当たってたっていうことですか、これは。へこたれへん、へこたれへんけど、これで最後だし、うん、そうしよう、そうしようってどうしようって、もうやめるってことさ、これのレースでね。っていうわけで、これは5を軸にしてないですね。ね、何を軸にしたんだ、1位か、違うね。3を軸にして、うん、こんな感じで、3連複勝負よ。あとね、ワイドで3号ひよった。わしひよった。そして全部ぶっ込んだるわ、1600円。そしてこのレース、動画を撮るのを忘れておりました。車は連れまして関東コンビ、なので VTR です。変わりました。6番の久が3番手、前受けから3番の寺崎は車を引いて、5番の水戸貴則が積極果敢に2コーナーからバックストレッチ、まずは打掌で先頭へと変わりました。これで9番の河合は4番手をキープ、6番の久が6番手、3番の寺崎光平はすんなり下げての7番手、巻き返しをどこで測るか寺崎光平。4番手以降車間がありまして、競争はいよいよ最終周回。5番の水戸貴則迷いなく先行策、2番の中村、そして8番の友佐と続く3番の寺崎光平、依然7番手も二角まぐって7番手から急発進、7番の松川が口が開いた。そして9番の河合は4番手から外へ振るも、3番の寺崎光平がまくる、7番手の松川を追い上げる、6番車の下と絡む、4コーナーから直線コース、3番の寺崎光平九州初上陸完全。3連複外したけどワイド取ったぞ、5760円になりました。最後の最後で負け取るやん、結局。こいつバカだらアホだらと思ったら、チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。それでは、チャンネル登録して、